はいどうも皆さんプロスペです。岐阜は東海三県第二の都市であり、都市としてそこそこの実力を持っています。しかし、政令指定都市という大都市グループの一員にはなっておらず、都市としての存在感がいまいちです。というわけで今回は、岐阜市と周辺自治体を合併させ、東海三県で二つ目の政令指定都市を作っていきたいと思います。まずは、現在の岐阜市についての基礎データを見ておきましょう。岐阜市は人口40万人程度の中核市であり、東海三県全体で3番目の人口を有しています。続いて人口密度を見ていこうと思うのですが、単純に人口密度を求めると、森林などの影響を受けてしまうため、あまり参考になりません。というわけで、人口密度から森林などの影響を除外した、過重地人口密度を使いたいと思います。岐阜市の人口密度は1平方キロメートルあたり約2000人ですが、過重地人口密度を見ると、1平方キロメートルあたり約2800人となっています。この値は、東海3県の人口上位10自治体の中では、名古屋市と、そのベッドタウンである春日井市及び一宮市に続いて、4番目の大きさです。少し範囲を広げて、都市を行政区分にとらわれずに評価するための都市圏という概念で、岐阜という都市の規模を把握してみましょう。この動画では都市圏の中でも最も有名な、通勤率 10% を目安に都市の範囲を決定する、都市雇用圏という指標を使います。都市雇用圏を見てみると、岐阜市を中心とする岐阜都市圏は10市町から構成され、人口は80万人を超えています。この数値は東三河の拠点都市豊橋や、三重県の最大都市四日市を上回っており、東海三県内の都市雇用圏では、名古屋都市圏に次ぐ第2位の人口規模となっています。また岐阜市は、岐阜県の県庁所在地として、一定の拠点性を有しています。岐阜県の人口は約200万人であり、この人口規模は政令指定都市を有する熊本県や岡山県を上回り、新潟県ともかなり近いものです。このようなことなどから考えると、岐阜は東海三県第二の都市として、政令指定都市になる資質を十分に備えていると言えるでしょう。岐阜市の現状を軽く確認したところで、実は岐阜市が周辺自治体と合併して政令指定都市になるという計画は、実際に存在していたということを説明しておきましょう。岐阜市が政令指定都市を目指したのは2000年代、いわゆる平成の大合併が行われた時期です。平成の大合併では合併特例債などの、市町村合併を促進する施策が打ち出され、全国各地で合併が行われました。岐阜市もそれは例外ではなく、2002年8月には羽島市、柳津町、麦川町とともに、政令指定都市及び広域合併研究会を設置します。市町村合併と政令指定都市への移行は、あまり関係ないように思えるかもしれません。しかし、平成の大合併の時期に国は、合併を行うことを条件に、政令指定都市の指定基準を緩和することを示していました。そのようなこともあり、岐阜市は政令指定都市への移行を目指して、市町村合併を検討したわけです。実際に研究会が設置される少し前の2002年3月には、当時の岐阜市長が政令指定都市を目指すと明言しています。その後、麦川町が岐阜市との合併に消極的となる一方で、新たに笠松町、紀南町、北方町が岐阜市との合併を検討し始めます。そして2003年4月には法定協議会である、岐阜広域合併協議会が設置され、6月には紀南町も参加し、6市町で合併に向けた協議を進めていくこととなりました。ここで出てきた法定協議会というのは、任意協議会や研究会と異なり、設置に各自治体の議会による同意が必要となる協議会のことであり、合併に関する様々なことを協議します。設置に議会の同意が必要である法定協議会が作られていたことから、岐阜市周辺における合併は、かなり本格的に検討されていたことがわかりますね。その後7月の第4回協議会では、新市の名称が岐阜市と決定されます。合併では新自治体の名前で揉めることが多いので、新市の名称が決定していることから、順当に行けば合併するだろうという流れになっていたことがわかります。しかし、その後羽島市、笠松町、紀南町、北方町の4市町が協議会から離脱し、最終的には合併は、岐阜市と柳津町の間のみで行われることになりました。なぜ順調に思えた合併協議会で、加入自治体が次々に脱退するという、不可解な現象が起きたのでしょうか。これには色々な要因があるでしょうが、その中でも特に、岐阜市の産業廃棄物不法投棄問題が、最も大きな影響を与えたのではないかと指摘されています。この問題はゼンショーという企業が、岐阜市北部の椿洞において、産業廃棄物の不適正な処理を行ったというものです。実際に、ゼンショーが警察から強制捜査を受けたのは2004年3月であり、羽島市の住民投票及び協議会からの離脱とほぼ同時期ですし、当時の笠松町の広報誌を見ると、住民説明会で参拝事件関連の質問が出ていることも確認できます。このように岐阜市の合併計画は、参拝事件によって破綻したという側面が大きいわけです。
ただ、そもそも合併がうまくいっていたとして、岐阜市が政令指定都市になれていたかというと、それはかなり怪しいところです。ここで、政令指定都市の要件について軽く解説しておきましょう。法律上では政令指定都市の要件は人口50万人以上となっており、それ以外には特に定められていません。6市町合併が実現した場合の岐阜市の人口は、当時の国勢調査から計算すると約54万人であり、法律の規定通りに行けば、政令指定都市になることが可能だったように思えます。ただ、実際の政令指定都市の基準は法律より厳しく、平成の大合併以前では、人口100万人以上、もしくは人口80万人以上で、近い将来人口が100万人を超える見込みがあることというのが、政令指定都市の指定基準となっていました。しかし、前述の通り平成の大合併の特例により、国から合併を条件として、政令指定都市の指定基準を緩和することが示されます。そこで岐阜市も、人口50万人という法定要件を満たせば、政令指定都市になれるのではと考えたのでしょう。ですが、実はこの平成の大合併における緩和措置が適用されたのは、合併をした人口70万人程度以上の市のみでした。実際に、岐阜市が2008年に行った、政令指定都市の指定要件を人口50万人以上のみにすべきという提言に対して、国はそのようなことはできないと答えています。このことを考えると、岐阜市が政令指定都市に移行するためには、昔の計画をそのまま復活させるだけでは足りず、少し範囲を拡大させる必要があると言えます。そこで今回の動画では、岐阜広域合併協議会に参加していた自治体に加え、新たに鏡原市と瑞穂市を合併の範囲としたいと思います。この範囲で合併することで人口は70万人を超え、平成の大合併で政令指定都市に移行した市と同条件となります。ただ厳密なことを言うと、平成の大合併での緩和措置はすでに終了しているため、現在新たに政令指定都市になるためには、従来の条件を満たす必要があるようにも思えます。しかし、前述の通り法定の人口要件は50万人以上のみなので、それ以外の数字というのはあくまで、過去の例から勝手に言っているに過ぎません。役所は前例主義で動くものなので、過去の事例から基準を判断するのは妥当でしょう。ですがそう考えると、合併を条件に人口70万人程度以上でも政令指定都市に指定するという前例ができている以上、岐阜市が合併によって人口70万人以上となって国に政令指定都市への移行を要望すれば、国がそれを認めてくれる可能性も高いと言えます。このようなことから、合併して人口70万人以上になれば政令指定都市になれるということを前提に、妄想合併を行っていきます。無理のある市町村合併は様々な弊害を生み出すこととなるので、今回の合併が適切なものかを確認しておきましょう。今回岐阜市と合併する7市町は、前述した岐阜都市圏の郊外地域に含まれており、強いつながりがあることがわかります。中心都市と郊外地域が合併し一つの自治体となるというのは、そこまでおかしなことではないでしょう。また面積という点から見ても、平成の大合併で合併を経て誕生した政令指定都市と比べれば、そこまで大きいとは言えません。このように今回の合併は、特におかしな要素はなく、自然で適切なものであると言えるでしょう。次に、新しい市の名前を考えてみたいと思います。合併に伴って全く新しい名前を採用するとすれば、市内を流れる長良川から取って長良川市だったり、市内に広がる濃尾平野から取って濃尾市などの市名が考えられるでしょう。しかし、岐阜は岐阜県の県庁所在地として、全国にある程度浸透している都市名ですし、岐阜という町の名前と市の名前が一致しないというのは、結構な分かりにくさを感じさせます。というわけで新市の名前については、昔の計画と同じように、岐阜市という名前を使うのがいいでしょう。ここからこの動画では、合併前の岐阜市のことはそのまま岐阜市、合併後の岐阜市のことを新岐阜市と呼ぶことで、合併前と合併後を区別したいと思います。次に、合併の方式について検討してみましょう。市町村合併には、合併するすべての自治体が一度消滅して新しい市を作る新設合併と、合併する自治体のうちの一つが残りを吸収する編入合併があります。新設合併では全ての自治体が平等に消滅するので、各自治体の納得を得やすいという特徴があります。逆に編入合併では、合併する自治体の間で形式的に立場が異なることとなるので、各自治体の反発を招きやすいです。ただ、編入合併では編入する側の条例や規則がそのまま引き継がれるということもあり、協議を円滑に進めるという点では、新設合併より編入合併の方が都合がいいです。実際に岐阜広域合併協議会でも、合併方式は岐阜市への編入合併としており、その上で限りなく新設に近くなるように配慮するとされていました。新岐阜市でもこの方針を継承し、限りなく新設合併に近い編入合併を行うということで問題ないでしょう。次に、政令指定都市に移行した場合は行政区を設置する必要があるため、新岐阜市の行政区を考えてみたいと思います。
行政区というのは簡単に言うと、政令指定都市を分割したものであり、住民に身近な業務を行う組織のことです。行政区を設置する一つの方法としては、各区の人口が平等になるように、旧自治体の境界と関係なく境界を引き直すというものが考えられます。人口が同程度だと業務遂行の点から都合が良く、平成の大合併で誕生した政令指定都市では、この方針で行政区が設置されることが多かったです。ただ、限りなく新設に近い編入合併という合併方式から考えると、旧自治体の境界線をなくしてしまうのは、あまり望ましくありません。というわけで新岐阜市では、旧自治体の境界をなるべく残す形で行政区を設置することとします。具体的には、羽島市と羽島郡に属する笠松町と紀南町を羽島区、鏡原市を鏡原区、岐阜市、瑞穂市、北方町を中央区とします。この区割りだと、中央区とそれ以外の区で少し規模に差がありすぎるようにも思えます。しかし、浜松市では行政区再編により、これよりも区ごとの人口の差が極端になる予定ですし、そこまで問題はないでしょう。新岐阜市について構想を固めたので、最後に政令指定都市岐阜の姿を、平成の大合併における緩和措置で誕生した、7つの政令指定都市と比べながら見ていきましょう。なおここからは、平成の大合併の緩和措置で誕生した政令指定都市のことを、緩和政令市という略称で呼ぶこととします。新岐阜市の人口は約73万人であり、緩和政令市である熊本市などと同程度の人口となっています。また、新岐阜市の過重地人口密度は1平方キロメートルあたり2000人を超えており、緩和政令市と比べても比較的高い値であることがわかります。次に、合併によって都市圏がどうなるかを見てみましょう。新岐阜市の都市雇用圏は、周辺の主要自治体である大垣や関を取り込み、都市圏人口が120万人を上回ります。この人口規模は、緩和政令市が形成する都市圏で2番目となっていることから、岐阜の都市規模が大きいことがわかりますね。次に、政令指定都市にふさわしい岐阜の街並みについて、現地の写真とともに紹介していきたいと思います。新岐阜市内にある100メートル以上高層ビルは4棟であり、緩和政令市と比べると標準的なものとなっています。ただ、新岐阜市内にある100メートル以上高層ビルは、そこそこの高さがあるものが多く、各市の最高層ビルという面で見ると、浜松市以外の緩和政令市を上回ります。そして岐阜市の街並みで特筆すべきは、超高層ビルが岐阜駅北側に集中していることです。新岐阜市にある100メートル以上高層ビルのうち、高さ上位2棟は岐阜駅前にあり、3番目の高さのビルも岐阜駅北口から見ることができる位置にあります。そして岐阜駅北側すぐの場所では、高さ約130メートルのツインタワーが、2028年度に完成する予定となっています。つまり岐阜駅北口からは、合計で5棟の100メートル以上高層ビルを見ることができるようになるわけです。そしてそんな高層ビルが立ち並ぶ中心部を、少し離れた岐阜県庁の展望台から見ることができると考えると、かなり都会的な感じがしますよね。ここまで新岐阜市と緩和政令市との比較を行いながら、岐阜が政令指定都市にふさわしい都市であることを説明したわけですが、実は新岐阜市には、拠点制という弱点があります。新岐阜市の拠点制について説明するため、ここでは流入人口と流出人口という指標を用います。流入人口とは、ある自治体の域外から域内への通勤、通学者数のことであり、流出人口とは、ある自治体の域内から域外への通勤、通学者数のことです。一般的には、流入人口が多いほど拠点性が高く、流出人口が多いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。新岐阜市の流入人口と流出人口を見ると、流出人口が流入人口より多くなっており、拠点性がそこまで高くないことがわかります。具体的に周辺の主要自治体との流入流出関係を見てみると、名古屋市への流出超過がかなり大きくなっているほか、大垣や関に対しても流出超過となっていることがわかります。このような新岐阜市の拠点制を、緩和措置で誕生した政令指定都市と比較するために、中間人口と夜間人口という指標を使います。中間人口とは、常住人口に流入人口を足して流出人口を引いた値のことであり、夜間人口とは常住人口のことです。そして中間人口を夜間人口で割って求められるのが、昼夜間人口比率と呼ばれる値です。一般的には昼夜間人口比率の値が高いほど拠点性が高く、値が低いほど拠点性が低いと考えていいでしょう。緩和政令市の中で昼夜間人口比率が新岐阜市を下回るのは、独立した都市圏を形成していない堺市と相模原市のみとなっています。このことからも、拠点性という新岐阜市の弱点が、浮き彫りになってきますね。このように岐阜の拠点性が低くなるのは、近くに大都市名古屋があるからという側面が大きいです。新岐阜市から名古屋市への通勤、通学率を見てみると、6% を超える値となっています。都市雇用圏に組み込まれるほどではないですが、新岐阜市は名古屋市のベッドタウンという性質を一定程度持っていると言えるでしょう。ただ、通勤、
通学率 6% というのは、神戸市から大阪市への通勤、通学率より少し低いくらいの値であり、新岐阜市が特段拠点性が低いというわけではありません。拠点性は確かに新岐阜市の弱点なのですが、そこまで致命的なものではないと言えるでしょう。最後に触れておきたいのが、新岐阜市は政令指定都市であるため、総務省が設定する大都市圏の中心都市となることです。総務省が定める大都市圏とは、政令指定都市と東京23区を中心都市として、中心都市への通勤通学者数が、常住人口の 1.5% 以上である自治体を範囲とする都市圏のことです。簡単に言えば、都市雇用圏より広域な都市圏であると言っていいでしょう。総務省の大都市圏には、政令指定都市が近接する場合は別々に大都市圏を作るのではなく、中心都市が複数ある一つの大都市圏を作るという規定があります。そのため名古屋市と近接する新岐阜市は、名古屋市が形成する大都市圏である中京大都市圏の、二つ目の中心都市として位置づけられるわけです。新たに新岐阜市が中心都市となったことにより、中京大都市圏は岐阜県を中心に拡大することになります。地図で見てみると、新岐阜市が中京大都市圏北の拠点都市として、存在感を発揮していることがわかりますね。まとめますと、岐阜は政令指定都市にふさわしい都市であり、実際に各指標を見てみても、既存の政令指定都市と遜色ない都会度であることがわかりました。合併後の岐阜は東海三県第二の都市として、その都市としての実力を発揮していくこととなるでしょう。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。